kojo cup. I'm going to explain the making of miso. This is 3 hours in the water. This is water. これを今から水を切ります。これは玄米です。今回は2種類の、麹を作ってみます。これで水を切ります。じゃあ今からこの蒸し器に水を切った米を入れて、で今からこっちの方にかけて蒸し上げるようにします。まず蒸し器に布を敷いて、この中に米を入れます。でこれを沸いたお湯の上に乗せます。でこの状態で蒸気が出てきてから次の米をまた乗せます。だからこのまま蒸気が出てくるまでは待っておきます。これが2段目のやつですね。この時に凸凹、高さ、この厚さの差がないようにきれいに平らにして入れてください。このまま蒸気が出てくるまでしばらく待ちます。蓋をします。
20度以下、35度以上になったら、あのこのぐらいになったら種麹を混ぜます。これより低くなったり高いと麹の方が、勢いがつきませんので、こうなってからします。まんべんなく麹がつくようにしっかり混ぜます。あ、終わりましたので、今から、山盛りにしてこれを、35度の温度になるまで置いておきます。温度が来たので、これを、麹箱っていう、麹を寝かせる箱に移していきます。最初は勢いがまた落ちてくるので、少し厚めに入れておきます。で、一番上には箱を乗せて同じ状態にします。こういうふうに、縦に一段にしているのは、温度がまだ38度から40度をキープしたいんですけど、今停留したので温度が下がってしまいますので、温度を温めるために棒積みに縦に積みます。これは大豆を、前の晩から一晩15時間ぐらい、つけておいたやつです。これを今から、水を切って、圧力鍋の方に入れていきます。大豆がちょうど浸かるぐらいの水を入れて、蒸し始めます。このように濃ゆまで煮れたら OK。
大豆はこういうふうに、すぐ冷やさないと色が黒くなってしまうから、こういう、道具を使ってこれをミンチにしていきます。化粧したらよかったけど顔つって減って誰しか誰か別れてにしか。これで、45時間ぐらい経った麹です、これでもう出来上がった状態です。ちょっとあの手を入れると硬いですから、こういう風に、白い菌糸がいっぱいついてできてます。こういう風になればあのいい麹が出来上がってます。じゃこれから今潰して取り上げる作業になります。出来上がった麹を、このまま置いておくと熱を持ちますので、ちょっと大さじ2杯ソルトを入れて、温度を下げてあります。麹の成長を止めてあげます。塩を入れてよく混ぜます。これに、大豆を入れて混ぜていきます。この時に、このようにできましたらこれで完成ですので、これをで次から次へ入れていきます。
Mais ça c'est de la pierre ça. Oui, du bois ça. Oui, ça c'est du bois. This is for the soybean. You have to do. This is the